お疲れ様です。名言セラピーの翡翠小太郎です。今日はですね、翡翠小太郎の思い出の地、新潟の実家のですね、もう本当にここで育ったっていう僕の部屋からですね、お届けさせてもらってます。でちょっと窓もね、気持ちいい風が入るんで、風はね、窓開けて収録してますんで、ちょっと周りの音も入っちゃうかもしれませんが、こういう場所で育ったということでね、空気感も合わせてお届けしたいと思いますんで、ちょっと外の音も聞こえてくるかと思います。で今日はね、せっかく思い出の僕が育った場所でお届けしてるので、うちのですね、父と母の話をしたいと思います。で最初に名言をお伝えしておくと、今日の名言はですね、過去は未来で変えられる、過去は未来で変えられる。でこれがどういう意味なのかっていうのは、今日の話をね、最後まで聞いていただければわかるかと思います。でまず最初に母のね、話から入りたいと思うんですが、母はですね、お見合いをしたことが一回あるんですね。でお見合い行ったらですね、向かった先のお見合いする家でですね、ある知らない男性がその家の塀に向かって立ちションをしてたそうなんですね。おしっこをしていた。そして、母は誰だろうと思って、気になりつつも、もうお見合いの時間が始まるので部屋に入ってお見合い相手を待っていたらですね、なんと現れた男性がですね、先ほど塀に向かっておしっこをしていた男性だったと。でもですね、もうお見合いとしてはもう最悪のオープニングですよね。なんと塀にね、立ちションしてるような男性がお見合い相手だと。オープニングとしては最悪のお見合いだったと思うんですけど、なぜかうちの母はですね、この人と結婚したら大丈夫ってなぜか思っちゃったらしいんですね。そして2人は結婚してですね、生まれてきたのが翡翠小太郎、私なんですね。で、そんなこんなでですね、私が生まれてきたわけなんですが、で父はですね、真面目一本勝負みたいなところがありまして、本当に真面目で厳しかったんですね。でもう僕が中学に上がる頃は、もう地元のですね、新潟大学に入ってほしい、そのためにですね、もう毎日勉強だっていうことで、僕中学生でですね、土日青春台無しでですね、1日10時間も勉強してたんですね。休日ね、8時間から10時間、土日は遊びにも行かず、やりたくもない勉強をずっとさせられててですね、僕は結構青春の真っ只中で遊びにも行かずずっと勉強してるんで、もう性格も暗くなってしまってですね、彼女もできないような人になってしまったということで、父親を恨んでいた時期さえあったんですね。で、そんなこともあってですね、もう中学高校休日遊びにも行かず、ひたすらですね、勉強してったんですね。で地元の新潟大学にはもう当然受かるだけの、そんだけもう中学の時から勉強してますから受かる学力はあったんですが、僕はもう一つですね、チャンスに弱いっていう性格がありまして、学力は十分に受かる力はあったものの、受験当日ですね、もうパニクってしまって、緊張でパニクってしまってですね、多分過去最低得点を叩き出すというような事態に陥ってですね、あれだけ勉強したにもかかわらず地元の新潟大学を落ちてしまうんですね。それで東京に出てくる方、東京のなんとか大学に受かってですね、東京に出てくるという形になるんですね。でそんな青春時代ですので、ずっともう勉強しかしてなかったような僕なので、
もう 女性とも会話ができず、目と目も合わせられない、そんな中でですね、本当に友達もなかなか作るのが大変で、で毎日ですね、まあ、僕は八王子に、東京の外れの八王子にね、一人暮らしを東京に出て始めたんですが、もう親元を離れて一人暮らしで、ね、友達もなかなかできない、そんな中ね、本当にもう孤独が深くてですね、もうある時はですね、あの電車でちょっと行くと、もう相模湖があるんですね。でその相模湖でですね、眺めながらもう寂しくてですね、泣いちゃった、一人で湖を見て泣いちゃった時もあるんですね。でその日の夜のことは今でも覚えてるんですが、ノートに、このままでは死にたくない、このままでは死にたくない、このままでは死にたくないって、もうね、ずっとノート丸ごと一冊書いちゃったようなこともあるんですよね。でその孤独感の中からですね、どうやって人は変われるんだろう、自分の可能性をね、どうやったら広げられるだろうって、毎日本屋さんに行ってですね、自分を助けてくれるような本はないだろうかと思ってね、毎日図書館や本屋さんに行って本を読む、探すっていうような大学時代だったんですね。で振り返ってみるとですね、あ、自分がいろんなね、探求を始めようと思ったきっかけは、その体験が、その孤独感があったからだなって、振り返ってみるとですね、あの孤独感に、まあ、心から感謝できるし、あの孤独な時がですね、振り返ってみた時、一番自分の人生を変えてくれたなって思えるんですよね。で、まあそれでですね、あの僕は作家になる直接のきっかけがですね、ゲーテっていう作家さんがね、シャルロッテさんという女性を大好きになって、1800通ラブレター書いてるのを知ってですね、あ、ゲーテってラブレターを書きすぎて天才になったんだなって分かってですね、で僕もね、ラブレターを書くつもりで、読者さんへね、読んでもらうブログを配信していこうと思って、ブログを始めてね、もうでその始めようと思った初日に、もう名言セラピー by 天才コピーライターとしてですね、もう自分を天才って最初から名乗ったんですね。何も全然自分が天才だと思っていたわけではなくて、僕の決意だったんですね。というのは、ゲーテは1800通ね、ラブレターを書いたから天才になったんじゃないか、僕の中で仮説が生まれて、 1800×ラブ、ラブレターって心を込めて書くので、1800回かけるラブイコール天才っていう、僕の中でそういう方程式がですね、仮説として見えて、心を込めてね、ラブレターを書くつもりで毎日ブログをね書いてみよう、1800歩絶対に書くって決めたのが、まあ、2004年の8月9日僕がブログを初めて書いた日なんですね。で何があっても1800通書くって僕はその日に決めたんですね。で決めたっていうことは、未来においてね、1800日というと大体まあ5年ぐらいですけど、必ず1800本ブログを書くって決めたってことは、未来において絶対それを成し遂げてる自分がいるはずだって思ったんです。だって何があっても1800本書くって決めたってことは、未来においては書き上げてる自分がいるわけだから、だったらもう最初から天才って名乗っちゃえと思ってですね、今は天才でもないけど、俺必ず1800本書き終えるし、書き終えた未来の自分はきっと今より天才になってるはずだろうから、だったら俺絶対書き上げるから、もう今から天才って名乗らせてもらうよっていうことでね、天才コピーライターって名刺まで作ってですね、最初から天才って名乗って始めたんですね。で1800本ですね、もうほんと5年で1800本かけてですね、
それで作家としてもデビューできてね、本もそこから何冊も生まれたんですが、で1800本書き終えて、まあ、最終的に2000本ほぼ毎日書いたんですが、みんなにね1800本書いた時、たくさんの方たちに翡翠さん本当やり抜いて1800日間ねほぼ毎日書いて本当すごいねって言われたんですけど、僕にとってそのすごいって褒められることがちょっと意味がわからなくて、僕にとっては続けるって簡単にできることなんですね。でなんでかなと思った時にお父さんの顔が浮かんだんですね。父がやりたくない勉強をずっと厳しく毎日勉強しろってね言ってくれたおかげで、僕は嫌いなことでさえ1日10時間できる力を養ってもらっていたので、大好きなことだったら何年だって続いちゃうんですよね。で、あ、自分はねこの作家としての集中力継続力を培ってくれたのは父だったんだなってね思ったんですよね。今日も頑張ったね。お疲れ様。ではまた明日。